宇和島市津島町の岩松川にジンベエザメが泳いでいるのが見つかり、市民を驚かせました。ただ河口から上流に流されていて、無事に海に戻れるか心配されています。宇和島市津島町の岩松川の河口から 1.5 キロほどの場所に現れた体長およそ5メートルほどの大きな魚。背びれを揺らしながらゆっくりと泳ぐ姿は、横長の口が特徴的な巨大な魚、ジンベエザメのようにも見えます。今日午前8時ごろに川沿いを散歩していた人が見つけたということで、話を聞いて駆けつけた子どもたちも川の中を泳ぎ回る姿に大きな歓声を上げていました。映像からもジンベエザメの特徴がきれいに出てますので、ジンベエザメで間違いないと思います。そんなに大きくない、だからまだ子どものジンベエザメじゃないかなというふうに見えるんですね。外洋性のサメなので、あまりその河口、特にその水の甘い河口の方まで入ってくるということはあまりないサメだと思います。迷い込んできたのかなというふうに思うんですけども。干潮から2時間、潮が引いた状態の午後5時ごろ、ジンベエザメは発見された場所からさらに上流に50メートルほど移動していて、背びれの周りも水面から現れ、身動きが取れなくなっているように見えます。次の満潮は午後8時ごろ、水位が上がると同時にうまく河口から海に戻れるか、ジンベエザメが心配されます。